アンサムスーツとは、鈴木治による日本の小説。および、これを原作とした、映画、漫画、テレビドラマ。亡き母親が残した定食や、心屋を経営する男、大北九郎は、料理上手で誰にでも分け隔てなく、接する心優しい性格なのに、デブデブ細工な容姿から、生まれてこの方女性と交際どころかモテたことすらない。美人のアルバイト店員。 星野ひろ子に恋をした、彼は思い切って告白するも、あっさり振られてしまった上に、彼女は心屋を辞めてしまう。そんなある日、友人の結婚式に着ていくスーツを買うために、紳士服店を訪れた拓郎は、店長、白木のすすめで、着るだけでハンサムになれるスーツ、ハンサムスーツを手に入れる。それを着ると拓郎は、見事なまでに、ハンサムな男、高山安人に変身。 街を歩けば、女性には、モテモテ、モデルに、スカウトされて芝叩く間に大人気と、幸せな人生を手に入れたように思えた。安人の姿で、ヒロコに出会った、彼は再び告白するが、なぜかまたもや振られてしまう。一方、拓郎としての私生活では、ヒロコの後釜としてやってきた、前向きで仕事のできる橋の本校のことがなぜか気になり始める。そんな中、 ハンサムスーツはお湯に濡れるとシワになってしまうことが判明。再び紳士服店を訪れた拓郎はお湯に濡れても大丈夫だがそれと引き換えに二度と元には戻れなくなるパーフェクトハンサムスーツを勧められる。その帰りに拓郎はバスの中で女性にパーフェクトハンサムスーツを入れていた紙袋が当たってしまう。女性は拓郎を見るなり痴漢と決めつける。 当然、痴漢などしていない拓郎は、言いがかりだというが、乗車していた男性に殴られ、さらに、あんたが痴漢しそうな顔をしていると言われる。拓郎は、僕がハンサムだったら、同じことをしていますかと聞くが、バカにされ、警察に捕まる。ヨネさんと新助が警察署に迎えに来て、拓郎は釈放される。ヨネさんと新助は拓郎を励ますために飲みに行く。 提案をするが、拓郎はショックでそんな気にはならない。新助は卓郎に、俺たちはお前が痴漢してないのわかってるんだからなと言うが、拓郎はもう永年と一人で店に帰宅する。帰宅すると、本家が店の仕込みをしながら卓郎の帰りを待っていた。本家は警察に腹を立てながら、拓郎さんが痴漢なんかするわけないのにと言う。拓郎はふと本校に美人になって、 本江さんに幸せになってほしいと言い、ハンサムスーツのことを明かそうとするが、本江は、それは本当に幸せなんですか拓郎さんが、拓郎さんのままで、何が悪いんですかと美人になることも、拓郎が、安忍になろうとすることも拒否し、そのままの生活を望んだ。縁は、映画版 ISBN978 から4から08から71204から、 配2008年11月1日公開。配給はアスミックエース。興業収入は8.6億円。映画館大賞映画館スタッフが選ぶ2008年に最もスクリーンで輝いた映画第68位。マイレボリューション、マイレボリューション、アスナロ同タイトルの漫画が有賀寺テ人によってビジネスジャンプ総監23周年記念として2008年。 第14号から2009年第5号まで連載。全2巻。内容は、成人向け青年漫画としての描写が強い。2008年10月17日観光 ISBN978 から4から08から87万7535から72009 72年3月19日。 観光 ISBN 978から4から08から87万7619から42009年3月31日の22時 -23、24にフジテレビジョン系列にて舞台と一部の出演者を一新した単発スペシャルのテレビドラマとして放映された視聴率13.3%映画版とは別物のアナザーストーリーである 主人公の喫茶店とその近所に開店した巨大フードコートとの対決を基本設定に絡めている。秋山隆二と加藤老佐は特急田中3号デトロイトメタルシティに続く3度目の共演である。不細工な容姿から辛い目に会い続けた上野博太郎はいつも支えてきてくれた母、春江と共に喫茶店シャンゼリーゼを営んでいた。そんな中、近所に 巨大、フードコートが開店。すべての店員が、美男子揃いのレストランが話題となり、シャンゼリーゼの客が激減。それが原因で、広志太郎は、母親と喧嘩して家出してしまう。そして公園で人夜を明かした、広志太郎は、謎のハンサム男、高山ヤマアンニンに出会う。その後、ひょんなことから、ハンサムスーツをもらい、美男子、高山ヤマアンニンに変身。 おかげで店も徐々に活気を取り戻したが、杏仁の噂を聞きつけた、フードコートのマネージャー、高宮に料理対決を挑まれる。他、ありがとうございます。